ソ・ハシムレ、近くのハシムレ通りに、グレイシアちゃんのマンホールがあるらしいです。見つけました。愛しのグレイシアちゃん。氷タイプの進化系ね。リーフィアと同期の新王組よ。こ、り、おはどこよ？ほら、右端の氷の結晶、一つだけくっついてないのがありますね。あ、右下が欠けて、おになってんね。こうやって、現地の背景と一緒に撮るのも、ライブ感が出ますよね。月の形から、南国に置いてあるっていうのがわかるわ。しかし、グレイシアちゃんは雪国で見たかった気も。他の地域と被るパターンって、あるのかしらね。少し移動して、指宿図書館前行きました。この近くにニンフィアのマンホールが、あったわ。確か、フェアリータイプの子だよね。一番最新のブイズ。と言ってももう、10年前なんですがね。ニンフィアも、ひらひらリボンが可愛いですよね。フェアリーポケモンの代表と言っても過言ではないわね。指宿駅の西側へ来たわ。駅前には2つあるのよね。鉄道で来るなら、ここが拠点になりそうですね。一つ目はあそこね。ここは確か。おお、ブラッキーじゃん。クールよねー。金銀で初登場のアクタイプの進化系です。月光ポケモンだけあって、月が似合いますね。夏気度を上げて夜にレベルアップで進化ね。月の石や闇の石じゃないので、注意ですよ。もう一枚は、駅の東側にあるみたいです。地下通路を通っていきましょう。駅の改札は、あちら側だけみたいね。改めまして、これが指宿駅です。駅舎映すと、急に普段の動画っぽくなるわね。白黒ハーフなポストですね。あ、一式法的な。カノンちゃんはどっち派？レシラム、ですかね。指宿は竜宮伝説の場所でもあるんです。乙姫の元ネタ、豊玉姫を祀った竜宮神社があるらしいですよ。竜宮伝説は言わずと知れた、浦島太郎のお話よね。はい。浦島太郎ってここだったね。マンホールは、あの交番前ですね。駅から出て最初に出会えるのはこれね。最初の出会いにふさわしい、ブイズがいますよ。こちらのマンホールは EV です。すべてのブイズの進化元になります。指宿をもじって、EV 好き、と言えるから、このコラボが実現したのよね。え、あ、なるほど、そういうことね。気づいてなかったの？駅構内で雨宿りよ。さっき
日のポストはこの、指宿の玉手箱のデザインね。玉手箱といえば、浦島太郎ということで、これもその関連なんですね。このデザインの、観光列車が走っているみたい。アスカを連れてくるなら乗りたいですが、鹿児島までたどり着くまでも、遠いですからね。これ見て、これ。かわいい。わあ、寝顔のぬいぐるみですかね。いいわね、見ているだけで癒されるわ。うちにも欲しいねー。置き場所にはちょっと困っちゃうけど。ここで販売とかはしていないようですが、ポケセンにあったりするんですかね。指宿のマンホールの一覧よ。いつの間にか結構回ったわね。残りはシャワーズ、ブースター、エイフィーね。一気に行けるかな？ふむ、時間的にも今日は、この付近の一箇所までですかね。セントラルパーク指宿の端に、エイフィーのマンホールがありますよ。お、ブラッキーの同期ね。歩きで行けるほど近くに置かれてるのは嬉しいねー。よくペアで描かれる2匹ですからね。入り口の歩道の上でしたね。ブラッキーと対になっているようです。ブラッキーもエイフィーも高貴な感じよね。ブラッキーが好きなら、エイフィーは太陽ね。とは言っても、太陽の石は使いませんけどね。夏気度を上げて昼にレベルアップです。エスパータイプなのよね。この姿、カーバンクルを思い出すわ。あ、ブラッキーですね。黒猫でしょ。け、かわやがもが。大声出さない。もう明かりがついているわね。そろそろ夜ですね。夕飯は時間になったら会場に集合ということで。ほんじゃ、また夕飯でねえ。早い。地下にゲームコーナーがあると聞いてやってきたけど、ここにも看板があったわね。初めて聞く方々だけど、西郷隆盛と同じ、幕末の鹿児島で活躍した人ね。ここ予想以上に充実しているわ。まさかミューガンに出会えるなんて。広さも並のものではないわ。これ、相当の時間が解けそうね。こちらのゲームは遊べないけど、筐体を展示しているのね。見ていきましょ。ナムコのファイナルラップに、リッジレイサー2。実機を見ることができるなんて。こっちのレースゲームは名前も知らないわ。遊べないとはいえ、筐体は綺麗に残っているのね。この鹿児島の端っこのホテルで、いいものを見られたわ。よし、クリアね。GBA 版をやり込んだから余裕よ。夜はこんな鮮やかに光るんですね。ホテルの中というのが、またロマンチックです。
上から下まで吹き抜けで。こういう非日常感は、はるばる遠くまで旅行に来た実感が湧きます。来ていたのね、ツツジ。お姉さんはまだ？ええ、迷っているんでしょうか。やあやあお待たせ。もう揃ってるね。時間ぴったり。まあよしとしましょう。確か、順番に料理が出てくるコース形式なんですね。こういうの、初めてかも。まずは乾杯ね。一日お疲れ様。ふふ、お疲れ様です。和洋折衷コースだったかしら。まずは前菜ね。九州、鹿児島の食材を使っているらしいですから、どの品も期待できますよ。キッシュにスープね。初めて味わう食感に風味、美味しい。キッシュなんて普段、なかなかお目にかかれませんからね。お、次は刺身ね。プリプリ。新鮮肉厚で、美味しいですね。これまた変わった魚料理ですね。淡白ながら濃厚な味わい、絶妙なバランスです。簡単には真似できないわね。次はしゃぶしゃぶねー。立派なお肉ちゃん。見本のような、赤身と厚身ですね。しゃぶしゃぶだと、赤身の食感が十分に味わえるわね。柔らかくて旨味が溢れるわ。ふう、食べたね。こんな豪華な食事、いつぶりだろね。品目がバラエティ豊かで、3食まとめて、1回で味わったような充実感よ。指宿の食を、堪能できましたね。今から砂蒸し風呂に行ってきます。後で感想を話しますね。さあさあいざいざ砂蒸しへ、レッツゴー。夜でもテンション高いですね。おはよう。昨日は結局、すぐに寝ちゃったわね。砂蒸し風呂良かったですね。体の芯から温まるというのは、ああいうのを言うんですね。いやー、すごかったわ。肩こりや関節の痛みも嘘のように和らいで。ふわー。まだ寝起きですか？朝、弱くてさー。おお、諸君、ご機嫌な朝食だねー。姉さん、また遅くまで飲んでたでしょ。残り2つのマンホールを取りに、砂蒸し会館まで来ましたよ。この施設では日帰りでも、砂蒸し温泉に入れるのよね。ブースターちゃんとシャワーズちゃん、待ってなさい。あ、完全にテンション戻りましたね。あの階段の前に、まずはブースターね。炎タイプのブイズです。九州鹿児島には、最も似合うブイズじゃないでしょうか。ブースターといえばモフモフ。抱きついてみたいねー。体温、900度って聞きましたけど。階段に萌えがありますね。なんで、ハワイアン。イブスキも、南国の感じはするけどねー。
ここにも、顔はめパネルですか。砂虫プロのスコップじゃん。スマホ立てれんのね。二人で撮る？遠慮しておきます。最後の一枚、シャワーズは、この奥にあるみたいですね。今日も曇ってんねえ。晴れてたら海が、バチッと見えてたのに。グラードンの日照りが欲しいですね。屋久島か、どこかの火山にいるかもね。ありました。海に近いのがいいですね。海にはやっぱり、シャワーズ、よね。水タイプの進化系、シャワーズです。ブースター、サンダースと同じく、初代のブイズですね。長い尾びれやエラが、ブイズの中でも特徴的ね。つぶらな瞳に、口元がキュートなの。そう、猫口ってやつ。ニコッと微笑んだら、また可愛いんですよね。これにて、全9枚の EV マンホールを制覇しました。やったねー。いやー、本物見られてよかったわー。イブスキでの目的は達成ね。全部写真に収めることができたわ。ここからは鹿児島へ引き返すのよね。運転はお姉さんに任せて。その前に昼食食べてから出ましょう。まだ食べていない、鹿児島南部の名物があるんですよ。なんか珍しいの買ってきたわね。九州でおなじみのラーメン、うまかっちゃんの唐揚げくんが、売っていたんです。たまたま、地域ごとに限定の唐揚げくんを展開するキャンペーンを、やってたんですよね。じゃあ、この味関西じゃ食べられないわけだ。お姉さんにも一つちょうだい。もちろん、いいですよ。ちなみに関西は、餃子の王将でおなじみ、マジックパウダーだそうです。ということで、昼食はここですよ。地域の定食屋さんって感じね。これが本場のさつま揚げ。鹿児島の名物といえばこれよね。鹿児島発祥の揚げかまぼこですね。地元では、つけ揚げとも言うそうです。大きくて魚の旨味たっぷり。持って帰って、当てにしたいわこれ。名物のカツオです。指宿とその西にある枕崎では、カツオがよく取れるんですって。しかもこんなのっけちゃっていいの？叩きも美味しいですよ。せっかくの機会ですから、たくさん食べてくださいね。ありがとう。はるばるここまで来たかい？あったわー。カツオはやはり、高知が有名ですけど、このうまさ、鹿児島も匹敵するんじゃないですかね。美味しい魚に砂虫風呂、イブスキが好きになっちゃったかも。イブイ好きで、イブスキも好き。あはははははは。姉さん、まだ酔ってない？